戸郷翔征の1球目です。初球は変化球から入ってきました。1番センターはユエ・ジュヨンクは左バッターボックスに入りました。2球目引っ張っていきました。かなりスイングも鋭いですね。そうですよね、うん、はい。ユエ・ジュヨンクは昨シーズンこの台湾のプロ野球リーグでヒットを115マークしたという非常に23歳と若いユエ・ジュヨンクはです。2球目低めの変化球、戸郷翔征このマウンドに上がっていて東京ドームのマウンドにちょっと似ているということ で、投球練習を行っていても非常に投げやすかったと話していました。2ボール1ストライク、しっかり投げてこいという大城のジェスチャー。変化球、これで空振りの三振になりました。いい、ね、今の最後フォークでしたか、はい。開幕オープン戦の阪神戦とは違ってちょっと変化球今日は多めで来てますかね。1番のユエ・ジュヨンクワにはフォークボールで空振りの三振に打ち取りました。2番ライトのチェン・ズーハオ、ここも変化球です。ストライクを取ってきました。ノーボールワンストライク。低め外れてボールです。こちらは中心ブラザーズのチアリーダー、台湾のプロ野球といいますとこういったチアリーダーも非常に名物といいますか、はいね、見ものですよね。明日は楽天モンキーズとの一戦も予定されているジャイアンツの親善試合。低めの変化球どうでしょう。変化球のキレ、コントロールなどはまずまずじゃないですか。まずまず、はい。ちょっと独特な雰囲気の中で戸郷は投げるということになりますが、まず先頭バッターを空振り三振に打ち取っていますが、まっすぐで押していきます。ご覧のファンの人たちです。すごいですね。もうすでに超満員という台北ドーム。二階席ですよね。いっぱいでしたよね。そうですね、中にはジャイアンツのそのユニフォームタオルを持っている台湾のプロ野球ファンの方でしょうか。まっすぐで押していきます。チェン・ズーハオも粘るというバッティング。村田さんの中ではもう戸郷は心配していないというここまでの戸郷を心配しているようじゃもうコーチ疲れますよ。そうですか、はい、もう任し切ってると思いますよ、はい、もう外変化球外れて2ボール2ストライク。チェン・ズーハオは抵抗カウントに持ち込んできました。台湾はこのようにしてチアリーダーのダンスとともに一緒にスタンドの皆さんと盛り上がるというその野球の見方かもしれません。空振りの三振、2者連続三振に打ち取りました。今の変化球フォークと思いますけどね。フォークが落ちずにスライダー気味にでしょうね。握ってますね、はい、スライダーしたっていう感じですよね、はい。戸郷のフォークはカウントを取るようなフォークと、そうですね、フォークを投げ分けれますからね。そうですね、はい、カウント球と勝負球と握りは深さを変えてると思うんですよね、うん。そこに加えてツーシームやカットボールなども今シーズンは磨きをかけているという戸郷。ここも変化球から入ってきました。この2人だけですよ、はい、ちょっと見てちょっとアバウトの意見ですけども、うん、大城君 もうみんなまっすぐ狙ってきてるなっていうふうに思ってると思うんですよね。そうですか、はい、ただちょっと変化球でカウント取って、うん、でもうまっすぐ両サイドしっかり投げながらっていうところでしょうね。そうですか、はい。ここはインコースファウルボールです。ストレートで今ワンストライク取りました、はい。いいハイでまっすぐ見せてってところで、これファウルになりましたけどもね、うん、この後の勝負球ですね、はい。いや1球まあ遠く当たれたフォークなんかのボールを投げるんじゃないですか。高さを意識しろという大城のジェスチャー、誘いでしょうね。インコースに構えます。まっすぐですね。まっすぐでした。もうでもボールでまっすぐ見せようってところですよね、うん、インコース思ってたらこれフォークですよね。裏を変えてまた続けてインコース行くかは分かりませんけどもね。そうですか、はい、首を振りました。ここまで
2者連続三振の戸郷、低めのボールバットを振らせました。なんと戸郷立ち上がり3者連続三振で中心ブラザーズの打線切って取りました。戸郷の1回の裏のピッチングです。台北ドームのマウンドの土を、そして2イニング目のマウンドに向かいます。すごい歓声でしたね、バットはね。そうですね、いいんでしょうね。4番ファーストのチェンです。2球目ボテボテ、キャッチャー大城、一塁送られてワンアウトです。チェン俊秀を打ち取りました。この後は5番レフトのジャン・ズーシェンというところですが、先ほどは打ち取ったボールとしては速いまっすぐだったでしょうか。カットや、カットかなんかと思いますけどもね、ちょっと変化させてきたというところ、はい。まあ、昨シーズンまであまり投げてこなかったツーシームであったりカットボールなども今年は磨きをかけているという戸郷翔征です。そして変化球から入ります。5番のレフトに入っているジャンです。今年これが2度目の実戦という戸郷、低めのボール非常にいい高さに落ちているようにも見えますが、はい、いかがでしょう。最高どころですよね。これで追い込みました。そして一転して速いボール。戸郷翔征はおとといの29日にこの台北ドームのマウンドに上がっておよそ20球ほど投球練習を行いました。まっすぐ、これで追い込みました。速いまっすぐ144キロ、低めの落ちる球、そして速いまっすぐ、そしてちょっと曲げてくるカットボール、外のボール、見逃しの三振、今日4つ目。首をひねる5番のジャンです。ナイスボールですよね、コースもいっぱいですよね。あの辺りはもうバッターとしてもある程度落ちる球を警戒しながら、もうバッターも前の打者で見てますからね。そうですよね、効果いいなとみんなベンチで話してると思いますよ。そうですか、はい、その中であの外の速いまっすぐ、驚いたような表情を見せました。そして左バッターボックスはこの中心ブラザーズのキャプテンです。左の胸には C の文字、6番サードに入っていますワン・ウェイチェン。2球目を打っていきました、反対方向、レフト線はどうでしょう。ファウルボールです。一つこの台湾でも人気の選手だそうです。でしょうね、キャプテンのワン・ウェイチェン。2023年の WBC チャイニーズ・タイペイのメンバーにも名を連ねました。打率3割を超えたことも複数あるというワン・ウェイチェン、昨シーズンは村さん2割7分2厘だったそうです ね、はい、ヒットも116本。今日このベンチに入っているメンバーの中では一番多くヒットを打っているというこのワン・ウェイチェンに対する戸郷翔征、100試合以上も出てますし、やっぱり向こうのスター選手なんでしょうね。そうですね、はい、阿部監督、まずこの阿部ジャイアンツが先制をしたというこの90周年親善試合です。うまく合わせていってショートの上、中心ブラザーズ初めてのヒットが生まれ、台北ドームは大盛り上がりです。今の低めの変化球はコースもボールと思いますよ、あれはもうバッターと見事ですね。ボールでしたよね、ここですね。そうでしたね、高尾さんもコースもボールですよ、よくこう軽くね、うまく持ってきましたね、はい、振ることなくこうミートできましたよ ね、 そうでしたね。非常に柔軟性があると言いますか、柔らかいバッティングをする選手だなというイメージですね。さあ、そしてショートのジアン・クンユイが入りました。ツーアウトランナー一塁、初めて今日ランナーを出しての投球です、戸郷翔征。初球ストライク、
台北ドームは非常に大盛り上がりを見せました。このジアン・クンユイはその子供の頃から SNS でジャイアンツの坂本の映像を見て守備の練習をしていたというそんな話もありました。昨シーズン素晴らしい成績ね、290打ってね、立派な成績。そうですね、はい、ジアン・クンユイも昨シーズン台湾のプロ野球リーグでヒット115、この坂本に憧れているというジアン・クンユイです。変化球を引っ張っていって、レフト線切れました、ファウルボール。2アウトランナー1塁、戸郷初めてのランナーを出してからの投球ですが、いや全然あの落ち着いてランナーヒットなんでね、得点源はないですし、リラックスして投げてると思いますけどもね。そうですか、はい。まあ、打たれたフォークボールも非常に打ったバッターがいいバッティングで、素晴らしいですね。非常に悲観する内容ではないと、はい、ちょっと中に入ってきた、ね、構えたミットとは逆、もういいスイングしてますからね。あ、そうですか、はい。手元の資料ではジアン・クンユイは23歳、非常に若い右バッター。ただ戸郷は追い込んでいます。ボークならショートバウンドでしょうね。低め、ただ走っています。積極的な走塁を見せましたキャプテンのワンウェイチェン。このあたりは見逃しませんでした ね、ナイスランでしたね。今の大城君も今の仕方ないんでね、今のプレーはね。そうでしたか、はい、しっかり止めたのがちょっと前に行きましたけど、このあたりワンウェイチェンもこのフォークボールがあるということで、いつでもセカンドを落とし入れようという頭があったかもしれません。1点を追いかける中心ブラザーズ、2アウトランナー2塁、得点圏にランナーを置きました。何を投げるかですね。これ普通にあのフォーク投げるったら普通ですけども、僕なら今得点圏行ったんでインコース行きボール掘りますけどもね、高めにね、見せ球として、はい、それからフォーク行きますけどもね。アウトコースに構えるか、低め、なんかあの変化球イメージしてるな、ま、街ですもんね、雰囲気が。右バッターの、はい、ジアン・クンユですね。あの変化球が頭いっぱいなのか、もう押っつけに来てるって感じですよね、待ち方がね、今見逃し方がね、さあこれで2ボール2ストライクになりました。この後はどうでしょう、フォーク1球見せてから。いや、ね、僕は真っ直ぐ行きたいですよね。アウトコースよりセカンド牽制、まあ、この辺り戸郷のそのコントロールなどは気にしてないかもしれませんが、はい、今シーズンのそのジャイアンツのキャッチャー陣としてそのミット構える位置を、まあ、ストライクゾーンに構えろという阿部監督の指示もあるそうです。でもカウントによると思いますよ、それは。そうですか、はい、平行カウントまでじゃないですか。インコース寄りましたね、はい、インコースまっすぐ見逃しの三振、戸郷この回も最後は見逃しの三振に打ち取りました、ね。2回の裏ランナー出しましたが、この回も0点に抑えています。戸郷は3イニング目のマウンドに行きます ね、30球、まあそうか、50球としてもこれからラストと僕は思ってますけども、うん、非常にタイミングよくっていう感じ、高さがいいですよね。高さがいい、はい、ここまで2イニングを投げて5つですか。あ、もう5つですもんね。初球豪快なスイングを見せてきました。ゆえドーンクアに対して2球ストライク、このタイミングもちょっと合っていないでしょうか。サード坂本に代わって伊豆口がそのまま、ダイソーのまま途中出場で守備に入っています。さあ2球で追い込んでいる戸郷、外のボール、空振りの三振です。これで6つ目です。ゆえドーンクはもう勝負させてもらえなかったというようなピッチング、最後も握ってますか、はい、フォークボール。ボールがそのバットに当たりませんでした。
これで6つ目。本当に腕の振りがいいんでしょうね。緩むことなくてですね、セーフティーバントの構え。9番今日キャッチャー背番号97の首位ボーベイです。いや去年全然試合出てませんよね、はい、だからあれなんですかね、期待されてる若手なんですかね、かもしれません ね22歳ですしね。アウトコース、ただちょっと首をひねっているのは戸郷翔征。今日はここまで6つの三振を奪っています。まっすぐ、ね、今日制球もいいですよね。そうですね、はい、もうだから下半身の上半身のバランスもいいってところで いいからこれ制球いいと思うんですよね、うん、フォークボールでも空振りの三振を奪いましたし、はい、インコースのまっすぐでも見逃し三振を取りました。反対方向1、2塁間打っていきました。あ、ベンチでは拍手で仲間を鼓舞します。9番キャッチャーの首位ボーウェイにヒットが生まれました。今のももう反対方向狙ってましたかね。そんな感じに見えましたね。僕もね、つけてライト方向を見ていたかもしれません。追い込んあのワンボールツーストライクでカウントを考えれば、もう今日の戸郷君もすごい調子いいですから、はい、もう本当数少ない失投ですよね。うん、バッターしっかり打ったですよね、見事にね。まだ22歳という若い首位防衛が戸郷からヒット1本、ね、さあ1番センターのゆえジョン・ユンクです。ジオンクはもう最初からバットを出してきました。ワンアウトランナー一塁、1点を追いかける中心ブラザーズ。なんかイメージがたったの2打席ですけども、超積極的なバッターなのかなって感じがしますよ。なんかね、そうですか、かなりこうスイングも大きくてパワフルな、ね、はい、スイングを見せています。牽制、地元台湾で試合を行っています中心ブラザーズ。明日は楽天モンキーズと親善試合が予定されています。ジャイアンツ、外140キロ。明日はジャイアンツは菅野が先発予定です。でも台湾の選手は嬉しいでしょうね。やっぱり巨人軍のエース級が来るわけですから。そうですね、はい、またそういった選手から、まあ、ヒットであったり結果が出ますと非常に自分たちにとっても自信にもなりますでしょうしね、はい、この1番のゆえに対してはアウトコース主体で攻めてきている戸郷翔征です。これで球数41球、今年2度目の実戦のマウンド、初実戦のオープン戦タイガース戦では1イニングのみという投球でした。14球、これはショートの前でしょうか、門脇から6-4-3と渡ってダブルプレー完成。ランナー出しましたが3回の表戸郷翔征0点に抑えています。